積んだもんなのだ。今回は任天堂のロゴを作るのだ。文字の部分が細かいから内側だけはきれいにして砂型から簡単に外せるようにするのだ。裏側はどうせ磨くから何もしてないのだ。印刷物を削って縦で埋めてまた削って下地塗料最後にネットで塗るといいとミタニスを塗って完成なのだ。プラモデルとかフィギュア作ったことないから手順がおかしくても多めに見てなのだ。やり方とかコメントで教えてくれると嬉しいのだ。まだ積層痕が残ってるけどこのまま行くよ。ミスがいいかはわからないよ。車のワックスがいいとも見たのだ。テカテカにするのが重要みたいなのだ。アルミを溶かす前に少し温めて水分飛ばした方がいいとコメントで聞いたので、次回からは溶解炉の熱で温めてから溶かしてみるよ。砂型作っていくのだ。文字の部分は抜けやすいようにタルクを多めにまぶすのだ。この型だとEの部分が形として出るか心配なのだ。今回はアルミの通り道をプリンターで印刷しといたのだ。真ん中の部分からアルミを流し込んで、左右の穴は空気の逃げ道の穴なのだ。そういえば、なんで任天堂のロゴを作ろうと思ったかだけど、64のマリオカートのオープニングの影響かな。初代ゲームボーイの起動時にも上から落ちてきたりで印象には残ってたのだ。いつかゲーム機のロゴも作ってみたいのだ。文字の部分を先に押し固めるのだ。形が出やすいように強めに押さえるのだ。もう半分砂を込めていくのだ。も忘れてやらないガス抜きの穴を開ける。
この砂から型を外す作業、いつもいろんな方向に叩いて振動を加えてるけど、今回は上から叩くだけにしてるのだ。理由は叩くことによって砂型が崩れやすくなってるのかなと思ったのだ。でもこれだと全然抜けそうにないんだけどね。もっと勾配きつくしとけばと後悔してるのだ。感覚としては重たい音がしてるところは砂がついてて、軽い音がしてるところは剥がれてきてるって感じでやってるよ。やっぱり E の部分は崩れたか。実は撮影する前に試しに砂型作ったんだけど、その時も少し崩れてたんだよね。型は抜けたからやり方次第ではいけると思ったんだけどな。まあ出来が悪ければ3分もの自分に任せるのだ。今はアルミ流して形になるまではこっちに集中なのだ。一応砂型はこれで完成なのだ。ドロドロなのだ。不純物を取り除くのだ。今入れてるのはフラックスというものなのだ。これを入れると酸化を防止したり、いろいろ効果があるのだ。正直僕もよく分かってないけど、動画で見てると入れてるから、ネットで買ったものを真似して入れてるよ。流し込み。めっちゃ綺麗で割れた。でも砂がついて見えないところが悪いかも。でも崩れたところは汚くなったのだ。やあ、3分後の僕、あとは頼んだのだ。余分な部分をカットする。ギコギコはしません。切り方変だけど仕方ないのだ。この時はまだ物が反ってることに気づいてないのだ。
磨きやすいところは後回しにして内側から削っていくのだ。このルーターも悪くないのだけど、ハイパワーなものの方が効率上がりそうなのだ。ベルトサンダーで削っていくよ。この砥石を使ってたのだけど、今回から使用をやめるのだ。この器具が使い勝手が良くて綺麗に磨けるみたいだから、今後はこれを使っていくのだ。止め方がちょっと不安があるけど、今のところ外れて飛んでいくってことはないのだ。不満があるとするなら消耗するのが早いところかな。このものに関してはいつも出るブツブツを消しながら時間をかけて磨いてみたのだ。物が大きいから磨くのも大変なのだ。一日じゃ終わらなかったのだ。2日目、形が整ってきたから細かい番手で磨いていくのだ。400番の次にフェルトに赤棒をつけて磨くよ。時間をかけたからいつもより綺麗な気がするのだ。手触りもいいけど、裏はもう少し頑張ってもよかったかな。ブツブツは抑えられたと思うのだ。思ってた以上に沿ってるのだ。いつもは黒で塗るのだけど、公式ホームページのロゴが赤色だから赤で塗ってみるのだ。最初に油分を取って下地を塗って、なぜか家に新品の状態であった赤の塗料を塗っていくのだ。文字と周りの部分の塗料を拭いて完成なのだ。
初めて黒以外で塗ってみたけど、これはこれでいい気がするのだ。中の方も磨けたらもっと綺麗に見えたかもね。重さは 728g。 遠目で見るといい感じかな。ご視聴ありがとうなのだ。今回はトラブルはあったけど、いつもよりうまくできたからよかったのだ。ゲームは好きだから今後もゲーム関係のものを作れたらと思っているのだ。コメントでこれ作ってほしいってものを書いてくれてたから、そっちも挑戦したいのだ。 YouTube の人はグッドボタンとチャンネル登録を、ニコニコ動画の人はいいねとフォローをよろしくなのだ。次回も鋳造しちゃうぞ。